green green, let's go. はい、めいくんです、オープンベンチ台に組み付けをやっていきたいと思います。まあ、使わないときはね、コンパクトに収納できるんですごく便利です。まあ、それでは早速組み立てます。まあ、組み立てって言ってもね、足つけるだけなんですけどね。まあ、ネジとかも全部ベンチ台につけて保管できるんで、なくさなくていいですよね。アルミでできてて軽いですけど、結構光合成です。まあ、オリオスペックさんで売ってますんで、興味のある方は検索してみてください。まあ、久々に組み立てたんで、ちょっと時間かかっちゃいましたね。まあ、足についてるネジはマザーボードにつけるために使います。はい、外したネジをね、マザーボードの取り付け位置に合わせて取り付けます。続いては電源を取り付けます。まあ、シムレース用の PC で使ってた電源ですけど、買い替えたんで今度はベンチ台で活用していきます。まあね、 CPU だけだったら 1200W もいらないんですけどね、これしか余ってないんで、まあ、オーバースペックですけど、こちらでいきます。ケーブルもね、マザーボードと接続だけなんで、まあ、3本あれば十分かなと。簡単でいいですね。まあ、APU の時代が来ればね、これだけでいつか OK になるんですかね。簡単でいいですよね。はい。ということで、せっかく取り付けしたんですけど、もう一回足を外して電源をつけるのに、取り付けていきます。まあ、電源のね、ネジに合わせてネジを入れていきます。まあ、ネジにも種類があるんで気をつけましょう。で、電源をね、足につけたら、もう一回ベンチ台に改めて取り付けします。まあ、重いんでね、外れないようにしっかりと取り付けていきます。はい、ちょっとグニャグニャするんでね、バッチリ取り付けないとね。はい。で、続いてはマザーボードですね。まあ、今回はね、 MSI のカーボン Wi-Fi ですね。一応 Z790 ですね。はい。まあ、MSA をチョイスしたんですけど、まあ、唯一 ASUS という MSI だけがね、14900ケースのね、対応 BIOS 出してないんですよね。そこがいいかなと思ってこっちにしました。で、ベンチ台へのね、マザーボードの装着はね、ワンタッチですね。乗せるだけで軽くロックがかかります。はい、続いては CPU を装着します。はい、もう二度と出すことがないかもしれないと焦った、14900ケースを再びマザーボードに装着していきます。まあね、使いこなせないと本当ただの無駄金ですからね、これね、やばいです。はい、で、続いては M2 を装着します。まあ、OS だけなんでね、サムスンの980 Pro、 500GB で余裕ですね。まあ、MSI のやつはね、この第一スロットだけが簡単に取り付けられますね。で、メモリーは 6600MHz の CL34 ですね。まあ、うまく動くようになったら、SIM で使ってる PC から 8000MHz のやつを引きっこ抜いてきて設定してみたいと思います。まあ、当面はね、これでいいかなといった感じですね。はい、続いてグリスはいつものシミオシグリスですね。まあ、少しでも冷やしたいんでね、なるべく冷えるだろうグリスを使います。ちなみにメゲ君は塗り伸ばし派です。はい、続いてね、簡易水冷を装着します。まあ、簡易水冷使うのはね、ほんと実に5年ぶりぐらいですかね。最近もうずっと本格水冷でしたからね。はい、まあ、最新機能ね、一切搭載してないんですけど、お休みだったんでディープクールさんを使ってみます。まあ、空冷クーラーはね、結構ディープクール買って使ってたんで、まあ、これもね、冷えることを祈ってやっていきたいと思います。はい、元箱を台にしてね、ファンを装着していきます。まあ、本格水冷と違ってね、簡単に水冷システムが手に入るんで、まあ、さすが簡易って感じですね。はい。まあ、ネジとかね、プレートとかいっぱい配線入ってるんで、ちょっと焦りましたけどね。まあ、なんとなくで取り付けていきます。
まあ、とりあえずファンを3個並べてラジエーターにネジ止めしていきます。まあ風の向きをねよく考えてつけないといけないですね。続いてはねもう一回マザーもう何回もつけたり外したりしてますけど海水冷を、取り付けるバックプレートねつけるの忘れてたんで一回マザーボードをまた外します。まあ、LGA1700 用のねバックプレートと、スペーサーを入れておきます。でこのままだと外れちゃうんでねネジで1箇所だけとりあえず締めといて、バラバラにならないようにしてまた、装着します。まあ、1個だけネジつけときゃねそれに引っかかって落ちないですからね。はい、続いてね海水冷の方側の、光るとこのカバーをとりあえず外して装着のための、ステイをつけます。まあ、あとはねグリスは塗り替えたんでこちら側についてる純正のグリスはきれいに拭き取っときます。まあこれを使ってもよかったんですけどねまああのこれを使ったから冷えないんだっていう言い訳を残したくなかったんできれいに拭き取って、いつものグリスを使います。はい、で取り付け前に、ステイ LGA1700 用のステイをこちらにつけます。まあ、これもねつける場所をちゃんと見てね考えてつけないと、うまくつかなくなるんで気をつけましょう。でねまたもう一回ね、外します。でね外して、ラジエーターを合体させます。ラジエーターはねペンチ台の横にねこれもねあの取り付け金具がねちゃんとくっついてるんで便利ですよね。はい、簡易水冷をラジエーターをベンチ台に取り付けていきます。結構がっしりはまります。これね両側付けられるんでなんだったら GPU も簡易水冷用の買ってももう一方向にねラジエーターくっつけられるんで非常に優秀ですね。で CPU のヒートスプレッダーの上に簡易水冷のヘッドを取り付けます。グリスがね伸びるようにちょいっとグリグリとやってあとはネジを均等に締めていきます。ネジを締めたら、ポンプの配線をポンプのところへします。で光る部分を後からかぶせます。あ、まずはねラジエーターにくっついたファンを CPU ファンに結線してますね。まあ、最近のやつはねあのワンタッチで合体して磁石で合体してね線も1本あればいいなんてね便利なのありますけどねこちらのディープクールのやつはそういった機能は一切ないです。はい、でね最後にねヘッドユニットのカバーをつけて RGB の線を、指定の場所にさせば完了と。まあ、簡単ですね。まあ、本格水冷に比べればもう余裕のよっちゃんですね。まあ、これで同じぐらい冷えるんだからもうこれでいいんじゃねえかって感じですけどね。うん、まあ、今回ね簡易水冷本当はね EK のダイレクトダイのやつ買おうと思ったんですけどまだ発売してないのとお値段がね今回買ったこのディープクールのやつの3倍ぐらいするんでねちょっと諦めました。はい、でマザーボードと、電源の間を線3本で合体させます。まあ、マザーだけなんでね簡単ですよね。これがねケースに組んでねグラボとかねもう全部っていうとねいっぱい配線できる出るんでそうすると隠すの大変ですけど、まあ、オープンベンチ台なんでもう適当ですね。しかもマザーだけなんで3本だけなんで超簡単です。GPU もないのでね見た目もすっきりですね。はい、で電源を挿してまあこれで大体完成ですかね。はい、あとはシールを保護シールをペリペリっと剥がして完了かなと。はい、で、次へ行く前にちゃんとお片付けをしますと。
まあ、覚えてるうちにかざさないとね、どうやって箱閉まってたんだか忘れちゃうんで、はい、で PC は完成ですね。続いてはモニターをくっつけていきます。でモバイルモニターね、買ってあるんで、まあ、こちらの方を、アームを使って取り付けていきたいと思います。モニターのね、取り付けはね、iPad のアームを利用したいと思います。まあ、これもね、前から使ってたんですけど、最近ベンチ台使ってなかったんで、取り外してたんですよね。なんで、もう取り付け用に穴は開いてるんで、サクッと取り付けます。で、こっちにね、モニターを挟めば完成と。ミニ HDMI と USB-C のね、2本で映像出力と電源を獲得できるんで、まあベンチ台だけですからね、簡単でいいですね。他のね、電源挿したりとかするとめんどくさいんで、まあパソコン、マザーボード上から電源が取れるんで、モバイルモニター楽ちんでいいですよね。まあベンチだけなんで 4K とかもいらないですしね、フル HD で十分。でスイッチ類はないんでね、ショートで電源オンするしかないですね。ドライバーでポチッとやるんですけど、おっと電源入れてなかったみたいですね。まあ、よくやるんですよね。はい、ポチッと。はい、ヘッドはね、なかなか幻想的に光りますね。ただファンは全く光らない。まあ、光物好きのメイ君としてはちょっと寂しい構成ですけど、まあベンチ台なんで割り切っていきましょう。はい、ということでね、完成です。まああとはね、 OS 入れて、付属のドライバー入れてベンチを回せば、まあ OK かなというところです。まあこれからがね、大変なんですよね。このジャージャー馬の 14,900 ケースね、簡易水冷でどこまで設定できるか、まあダイレクトダイの本格水冷でやってもね、あんなに暴れ回ったのにね、簡易水冷で果たしてやれるかっていうとこなんですけど、まあ、マザーがね、ギガバイトから MSI になったんで、まあ、設定はしやすいんで、まあ、なんとか頑張ってみたいと思います。まあ、とりあえずね、起動一発目のシネベンチ R23 やってみました。まあ、マルチとシングルやってみましたけど、まあ意外と上々じゃないですかね。ただね、これで満足するんだったらね、14,900K でいいんですよね。ただシングルは結構いきましたね。2452ってね、デフォルト設定のシングルスコア早いですね。ただ温度も高いです。100度突破しちゃってます。まあ、これね、もし移植することになれば、本格水冷だったらきっとね、80度ちょっとぐらいで動けんじゃないですかね。このぐらいならね。まあ、それじゃあ、次回はベンチ頑張ってみたいと思います。じゃあね、またねー。